のマラコ君 の、 あのスペシャルジムが来るっていう噂があったので、あの用意してないですけど、まだ釣れるんでしょうかそれは。この YY97 っていう意味はまだ謎ですけど、一応シーバスのここは MM90 ってまた謎の数字が入ってますけど、こういうのが一応シーバス狙っています。この MM とか YY って何なんですか、このいけると思いますよ。もう少し待ってくれとかじゃなくて、この YY っていうのは何ですかね。ワイワイはね、やっぱりやめとことかいろいろ。秘密コードネームですね。秘密コードネーム、初実調ですよね。初実調ですよね。初実調です。実績あるんですか。これからです。これからゼロということですけど、ゼロよろしいでしょうか。じゃあ今まっさらです。なんかちょっと自信なさげに書いてあるのは気のせいでしょうかね。ちょっと細々とワイワイ級だなみたいな。狙います。だいたい捕食するときに下張りが多いんで、まあ、あと鉄張りをつけてやります。でまあ吸い込み重視で僕まあ軽い針使ってますね。ではね、準備のできた方から始めてください。回転まで 45m ね。回転目になってますからね。回転から 2-30m 下がってくださいね。マダイとかシーバスとかタチウオも釣れてるみたいなんで、いろんなものを狙っていきたいと思います。どこら辺で食ったかわからんないでしょ。かわいいね。だいぶマシになってるな。良くなりました。マシにはなってる。マシですか。リアヘビ、リアにつけたらまた変わるけどな。針を、まあ、風があるもんで当たり取りづらいですけど、指の棒で爪先を当ててやると割と当たりが出やすいですね。あと着底の時にヒットっていうのは結構あるもんで、着底はもう必ず空合わせして入れるような感じで、意外とこれで乗っちゃったりするんですよ。これで引いててテンションが変わったり、ちょっとおかしいなと思ったら軽く合わせるような感じで。ポールですわ、もう本当にそこの方で。あ、すいません、絡んでます。申し訳ない。マックス前に入っちゃった。おめでとうございます。で食っちゃいました。食っちゃいました。もう一匹は誰が釣れたか思ってるんですか。誰が釣れたか。ありがとうございます。あ、釣ってくださいよ。ちょっと僕がサボってる間にやっちゃう。まだリアへ立ち寄ったリアヘビ。だからこっちはもう7、3ぐらい、もうちょっとだけ後ろ持っていって、ちょっと先ほど山本さんにいろいろ指摘してもらいましたので手直ししてます。結構全体的にちょっと鳴らすような感じなんで、そんなに差は出てないですけど、だいぶ薄くはなってると思うんで。はい、いい決め。またホールでした。目なめこれ一番美味しいですね。これぐらい最後にちょっとジグ的には落ちなかったジグですけど、落ちちゃいましたね。おりゃ、どん、来ました。
な感じです。LST の場合は主にシーバス用、かなり柔らかいんですよ。柔らかいけどバットの張りがあるような感じ、それでいてティップが入るような感じの作りになってるんですよ。それで MST の場合だとそれよりもう少し硬くなってて、マダイ用になってるんですかね、60、70ぐらいのマダイに、アベリーサイズのマダイにちょうどいいような感じの作りになってます。それでこの上の ST の MH ってやつ、それはもうその上の大型マダイ用とか、あとリグをとにかくよく動かしてやって活性の高い時のマダイとかに使ってやると割と効果的だと思いますけど、基本的にはソフトティップだもんで全部かけてから楽な竿になってますけど、そんな感じで来ましたね。もう危なかった今。はい。ありがとうございます。見えました。ドリフト最高。ありがとうございます。ドリフト最高。やっぱ釣れますわ。ドリームで釣りましたね。ちょうど長さもいいもんで外さなくていいですよね、前みたいに。お、ヒラメですね。カンビラメ超ちっちゃいカンビラメ